はい、ということで、ひろさん。はい、ということで、ひろちゃん。投票してきましたよ。僕してるんですよ。あれ、ひろさん投票してないの？してるんですよ。じゃあなんで隠してんの？投票したから。あ、投票してんじゃん。なんで、してるんですよ。なんでそんな書き乱すの？俺の動画で。書き乱してる。今回ですね、フェスの投票をしてもらったんだけども、はいはい。ズバリ、ひでおさんは何チームかみんなに教えてよ。視聴者のみんなに。じゃあ、教えましょう。あれ？ひでおさん？ひでおさん見して。でで見えた？頭が。頭が。見えた？これです、僕です。見えない。だって、待って、体が見えてない。頭だけしか見えてない。なんで今の見せてもらってない？うん、今の見せたよ。ねえ、顔しか映ってないの。でっかい。テイク2ね。もう一回ちゃんと見せて。ででーん。あれ、頭貫通してるわ、今度。これ、何、ね、何にも映ってない、今度。何にも映ってない。ちょっと下がりすぎちゃったかな。うん。ああ出た、あ出た出た、色がちょっと見える。どう？いや、それは見えないんだって。それは、頭しか見えないの。なんで見えないの？ちょっと見えたよ、ピンクっぽい背中が。それ、違うよ、のちゃん。何？ピンクっぽいよ。ピンクじゃないよ。ピンクじゃないの？うん。じゃあ、俺らがさっき見たの何だって。あれ、今ヒント出たよね。あれ、今ピンク色だったよね。小兎の色だったよね。違うよ。違うの？うん。何じゃ？これ。ピンクじゃん。ピンクじゃん。ピンクじゃん。かき乱すのやめろってだから。なんでかき乱してる？でも似合ってるね。靴の色とさ、服の色一緒で似合ってるじゃん。だってちゃんとね、合わせてきたもん、僕。でもなんか武器とインクの色が合うだから、はい、なんか、はい、まあ、逆にいい感じにアクセント効いてんのか。そういうことで、全部ピンクだとね、ちょっとやっぱアクセントに違う色を入れないといけないですか。確か林やペーパーコみたいだもんね。トゥンツトゥン、トゥンツトゥン、トゥンツトゥン、トゥンツトゥン。どう？それライズアップね。